僕の血を吸わないで、は、あちたろうのライトノベル小説作品。挿絵及び漫画版作画者は、旧趣味が担当。メディアワークス社の文庫レーベル電撃文庫より1998年に、第1巻発行。第4回電撃ゲーム小説大賞銀賞、受賞作。略称は、僕決。直接的な続編ではないが、関連作品として、 僕にお月様を見せないで、が存在しており、一部のキャラクターが登場する。電撃文庫から刊行されている。僕の血を吸わないで、ISBN48 億4020万8077ピーマン戦争 ISBN48 億4020万9421ドッキンドッキ大作戦 ISBN48 億4021万349シトシト。 ピッチャーの i s b n 四億八千四百二万千八十七 X アクシデントは、マキシマム i s b n 四十八億四千二十一万二千三百八十四電撃文庫から刊行されている。能天気でお人よしな主人公、森内シェフ・アキラと、美少女吸血鬼、ジルを、主人公とするコメディ。ある日、高校三年生の花丸森内シェフ・アキラの部屋に少女が、 文字通り、飛び込んでくる。その少女は、突然、森宇主婦明にキスをするかと思いきや、ぶつかった拍子に流した血を吸い始めた。実は彼女は、吸血鬼だったのだ。吸血鬼ハンターに追われ、父親や姉とも離れ離れになって、行くところがないというジルに、森宇主婦明は、同居を申し出る。 森内史夫、明の父親も、息子の婚約者だなと勝手に一人が転して、大賛成。この奇妙な同居生活を始めるにあたって、森内史夫明がジルに出した条件は一つだけ。僕の血を吸わないでだった。花丸家に住居を定めたジルを狙い、様々な吸血鬼ハンターたちがやってくるが、誰も彼もどこか間が抜けた連中ばかり。 近所の人々を巻き込んだドタバタを繰り返しつつ、二人はどうにかハンターを撃退していく。本作の吸血鬼には、ステレオタイプな吸血鬼のイメージをベースとして、作者独自の設定が盛り込まれている。ありがとうございます。